はいどうパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで今回は浦和に朗報、〇〇が認められたぞという話と、フロンターレマルシーニョ選手まさかのアフリカ行きじゃねえかっちゅうニュースが入ってきたんで、今回やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、まあニュース的な動画久しぶりですけれどもね、まあ大抵このオフシーズンとか、まあオフシーズン前はですけれどもね、まあいろんな移籍の話とか飛び込んでくるんで、そういうのをニュース速報的にはやっていたんですけれども、まあちょっとニュースが少ないんでやろうかどうか迷ったんですけどね、まあこんな感じで今回ニュースが入ってきたんで、紹介詳細の方やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、こちらメインチャンネルでございますね。メインチャンネルの方では J リーグ浦レッズや九州勢の話を中心としてやっておりますが、まあこんな感じでですけどもね、J リーグ全般の話もオフに入ったらやっていこうと思っているので、よかったら今のうちにチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、まずこちら、まあ一応チャンネルからのお知らせじゃないですけどもね、まあどうせならっていう話でございまして、今後ですけどもね、今後こんな形で、まあ不定期でね、その日の J リーグニュース動画を、アップするのもいいんじゃないかって感じで思っているので、まあこんな感じでですけどもね、やっていこうと思ってますけれども、しかしまあ J リーグのやっぱニュースがない日とかね、紹介したい話題がない時もあるんで、やっぱ不定期というかですけどね、なんかこう話したいなって時はやろうという感じで、まあゆるーくやっていこうと思ってますけどもね。で、一応今後の動画の投稿予定ということで、出しておりますけど、右にサムネイル出してますけど、まあ、補強プラン的な、動画ですね。 J1 前回分の補強予想を、南から順番にやっていこうと思ってますけどね。で、今後移籍の話というのは、まあ、その日のうちにやっていきますんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたしますというお知らせでございました。ということで早速やっていきましょう。ということで、まずこちらですね、浦レッズに朗報、新戦力が ACL 決勝出場が可能にということで、これは一つね、懸念材料でありました。今年のオフにまあ獲得した新戦力ですね、この獲得した新戦力、実はこれまではですけどね、シーズン開幕前に行われる ACL 決勝で使うことができなかったという状態であった浦レッズでございますけど、この度ですけどもね、この AFC の会議で決定が決まったという話でございますけどね。で、まあ一応理由としては、浦レッズは決勝まで一応これ半年、期間が空くんですね。8月の末に、準決勝を行われて、そこから来年の2月まで約半年間期間が空くということで、その間にやっぱ獲得した新戦力はどうにかして使えないかっていうことがやっぱりあってですね、しかしまあ昨日までの、段階ではですけれどもね、準決勝までに、登録されたメンバーでこれ決勝もやらないといけないということでね、これ使えないっていう話でございましたけれども、これね、本当ね、よく動いてくれたっていう感じが、します。まあ、本来であればゴールキーパーに緊急事態が起きた時以外はゴールキーパーのこれ変更は認められていたんですけれども、今回も例外としてこの新戦力、まあ、登録外の選手ですね、準決勝までに登録していなかった選手が決勝の舞台に立てるということで、これは本当大きな大きなニュースが飛び込んできましたね。本当これね、1試合、まあ、2試合、ホーム&アウェイの2試合なんですけどね、まあ、これ2試合でもやっぱり優勝がかかったタイトルマッチなんでね、相当でかいこれは話なんじゃないかなって感じがしておりますけれどもね。で、まあ、しかし僕の勝手な想像ですよ、僕の勝手な想像であるんですけれども、これはまあ表に出てないだけで、もしかしたら、裏で浦和レッズとか、まあ、J リーグが、これね、AFC に働きかけてくれた可能性、僕はあるんじゃないかなって、個人的にはまあポジティブに、考えているわけでございますけれどもね、これやっぱり浦和レッズと、ね、J リーグと、あとサポーターか、浦和レッズと J リーグとサポーターっていうのは、なかなかやっぱりいろんなことがあって、ね、こう仲良しにはなれないみたいな感じが最近、してはいるんですけれども、ね、しかしまあ今回、多分浦和レッズだけじゃ難しかったんじゃないですかね。このね、もちろんこれ、ね、浦和レッズも J リーグも何も働きかけなかった、可能性もあるんですけども、しかしまあポジティブに、物事を僕は考えたいと、思っているんで、まあ、きっとこれもですけどね、浦和レッズとか、まあ、J リーグ、これがね、AFC に働きかけてくれたんじゃないかって僕は、思っているんでね、だとすればですけど、ね、本当ありがとうございますという感じがしておりますけどね。で、これでは懸念事項が一つ、まあ、しかもリーグの閉幕前にこれ、解決してよかったですね。これは仮にですけどね、年明けにこの、ね、話が、決まったのであれば、また話が変わっていくということになっていたんでね、この本格的にオフシーズンが始まる前に一つ浦和レッズからした問題が、しかもいい方向に解決できたということで、これは本当前向きな素晴らしいニュースじゃないかという話でございますけどもね。はい、そしてこちら、マルシーニョエジプト移籍かということで、これニュースが飛び込んできましたね。まあ、これは本当かどうか、分かりません。まあ、さっきの、ね、浦和レッズの、登録の話は 99%、まあ、これで正式決定が、されるという話でございますけど、このマルシーニョの移籍に関しては、やっぱり移籍の話なんで何とも言えないところが、あるんですけど、一応、まあ紹介をしておくとですけどね、エジプトですね、アルアハリですね、エジプトのアルアハリがこれ獲得に、動いているというか、なんか決定してんじゃないかみたいな、話がありますけども、アルアハリって言ったら、やっぱクラブワールドカップで
何回か、出ているイメージがあります。これエジプトの強豪クラブで、ございますけれど、何人かこう中東のクラブって、なんかねツイートで勘違いされている方多かったですけど、アルハリはこれはエジプトのクラブですねという話でございますけれど、マルシーノ今シーズンは25試合に、出場して9ゴール、3アシスト決めている選手になってきます。得点ランキングも6位ということでね、本当 J リーグ今年で、ね、フロンターレを引っ張っている存在でございます。まあ、フロンターレでいうと、家永選手が現在得点を争いをしているわけで、ございますけれども、その家永選手を次に点を取ってチームを引っ張っているというのはこのマルシーノ選手にはなってきますけれども、得点ランキング6位ということでございます。で、まあ、6位といってもね、今年はこうあんまり得点数がどこを伸びていないんでね、こう少ない争いにはなっているんですけど、一応まあ6位ということでございます。で、エジプトの市場、移籍市場の閉幕というのが10月10日らしいですね。まあ、あと2週間もないか、だから10日後ぐらいか、あと10日ぐらいで閉まるという話にはなってきますけれど、じゃあ仮に移籍が決定と仮定した場合はいつ移籍しちゃうの、まあ、このチームを離れるのという話になってきますかね。まあ、10月10日、ね、以降に、まあ、エジプトのリーグがいつ始まるか分かりませんけど、まあ、移籍の市場が、ね、閉まるということはもう10月の時点で開幕を、してるか、ね、その前後で、ね、という話でございますけど、やっぱヨーロッパの主要リーグ、まあ、イタリアとか、ね、スペインとかイングランドとか、その辺は大体こう、ね、移籍市場というのが8月で終わるんですけど、しかし、まあ、この、ね、8月の移籍市場、まあ、ヨーロッパ主要リーグで動きがなかった、まあ、動けなかった選手というのがですけども、ね、この他の、まあ、トルコとかこのアフリカのクラブが結構、最近狙ってるという話はなんかニュースで、聞いたんですけども、ね、そこで、まあ、エジプトの市場が、まあ、10月10日まで空いているということで、ね、本当、まあ、だからいつ合流するかというところになってきますよね。川崎がこの、まあ、シーズン終えた後なのか、ね、まさかシーズン途中というのはないと思うんですけども、ね、そこもちょっと気になるところでは、ありますけども、ね、という意味では川崎もちょっと売られてた違う意味で来シーズンの編成とか、補強に大きな影響がありそうな感じはしますね。あ、ちなみに移籍金は2億円、1億9千万円って一応移籍金は言われているんでね、まあ、1億9千万、2億円あれば、まあ、昨年動いた宇佐美とかの、獲得には動くだけは動くことができると思いますけれども、これ2億円の使い方はさあどう取るかっていうところにはなってきますけれどもね。ということでもこのマルシーノ選手の動向と、フロンターレの今年のオフというのはちょっとこれは騒がしく、なりそうな感じがしますけれどもね。はい、ということで今回は以上でございますね。まあ、この川崎の、ね、マルシーニョさ、この件が今後どういう風な、まあ、影響を与えてくるかというところになってきます。まあ、これから僕もですけれどもね、オフに向けたフロントアレ関連の動画とかも、作っていこうと思っているんで、ちょっとこれも考えて、まあ、考慮してですけれどもね、ちょっと動画を、作っていかないといけないような感じが、しておりますけど、非常に気にはなりますね。まあ、これからマルシーニョだけじゃなくてですけれどもね、まあ、いろんな日本にいる、外国人選手が外国から狙われるとか、そういうこともね今後多分あり得ると思いますけれども、さあ今年のオフはどういうオフになるか、まあ今か楽しみでございますけれどもね。はい、ということで今回以上でございますね。また何かニュースが入り次第、まあ不定期ですけれどもね、こんな感じでまたお届けしていこうと思っているんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのつっつんでしょ。よかったらチャンネル登録します。さよなら。